後片付け、感謝する。本来は私の仕事なのだがな。ただこもって修行していただけだというのに、よもや弟子と師匠のペットが戦い始めてしまうとは、予想はしていたが、少し早かったな。全くの誤算だ。帰ったら罰として、素振りを300万回やらねば。さっきの力、何者だ？多分、今言ってた内容からして、タルタリアの師匠、スカークなんじゃないか？こないだタルタリアは、口数が少ない人だったって言ってたような気がするけど。弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは、世界の外の力に頼らず、鈍性のクジラに勝った。ゆえにお前たちには、私と平等に話をする資格がある。その考えには賛成だ。星の大会で、鈍性のクジラのようなペットを飼うなど、どう考えても妙だしな。力の差が激しいし、触れ合いだってしにくい。それに食欲が旺盛すぎて、弟子の時間を犠牲にして見張る必要さえあるときた。ただまあ、干渉性は確かに悪くない。何にせよ、ペットとして合格だとはとても言えんな。スカークさん？多分だけど、大事なところはそこじゃないと思うぞ。大事なところ？おう、大事なのは、そのペットが危うく国を滅ぼしかけたってところだ。お前の師匠、つまりタルタリアの師匠の師匠って、一体誰なんだ？知らなかったのか。すまない。彼を知っている前提で話をしてしまっていた。師匠はスルトロッチという。ん？聞いたことのない名前だ。うん。師匠の知名度が足りなかったか。うむ。極悪鬼という称号を聞いたことはないか。極悪鬼。それも聞いたことがないのか。なら、預言者ベズルフェルニルは？黄金レインドットならどうだ？レインドット、知ってるぞ！魔女会のメンバーで、アルベドのお母さんだよな！ほう。その名は知っていたか。今挙げた称号と名は、師匠から聞いたものでな。私も実際に知っているわけじゃない。だがこれで、お前たちもより理解しやすくなったはずだ。私の師匠も、レインドットと同じ類のものと言える。ある種の究極を求めるものだ。ちょっと待てよ。さっき、預言者とか言ってなかったか？おいらの聞き間違いか？それより、一刻も早くお前たちに伝えなくてはならないことがある。先ほど、鈍性のクジラがお前たちと戦っていたとき、すべての力を使い果たしたようでな。このように荒れ狂う水元素力は、この星の深海では消化が難しいのだ。理論上から言えば、フォンテーヌの陸上は、すでに大混乱に陥っているはずだ。つまり、お前たちがずっと恐れていた予言は、すでに上演真っ只中、ということだ。なんだって？心配はいらない。フォカロルスはすでに天理を騙しているのだから。じゃあオイラたちは先に上がってるから、お前も早く上がってこいよ、ヌビレット。うわ！さてよし、鈍性のクジラはもういない。邪魔はなくなったな。お前の力に含まれた成分もやっと嗅ぎ分けられるようになったぞ。この星の最初の古竜の剣能、そこに神の呪いにも似たものが加わっている。
とても新鮮だ。うむ。一体何だったか、記憶にはあるはずなんだが。何を言っているか、全く理解できないのだが。ああ、思い出した。なんだ。答えは簡単なことやもしれん。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？そんなもの聞いたこともないが。うむ。お前たちのよく使う言葉で言うなら、確か、神の心と言ったか。確かに、フォカロルスの神格が消え去った後、神の心は私に預けられた。しかし、君が今言ったことについては、間違いなく初耳だ。私は幼い頃から師匠について武術を学び、地上に戻ったことがなくてな。触れる情報はほとんどが、極悪鬼によるものだった。だからかもしれん。元より人類の上位にある存在だから、彼の常識も、当然人とは異なる。そのせいか、私たちと人類との交流には、いつも多くのズレが生じるんだ。そのことはともかく、不吉なものは、災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは、本来であれば祝福されるべきことだ。しかし死んでしまえば、本人とこの世の間にあった無数の関わりは、やがて呪いとなり果てる。何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。これは、私が地上に戻りたくなかった理由でもあるがな。君の言う第三降臨者とは一体誰のことだ？またそれはいつ死んだのだ？師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう。だが興味があるというなら今度師匠に聞いてこよう。今度また会えるのか？うむ。ああ、そういえば、私には弟子が一人いてな。何かあれば、あいつに伝えさせよう。